春の引岩群を展望台から眺める白いのは黒梅、黄色いのはコジ井の花引岩群は、和歌山県田辺市東成町にある岩山群。継承地として、また特殊な生物の分布する地域として知られている。東西 1.5km、南北 1km にわたっていくつもの岩山が並んでおり、標高は一番高いところで 100m くらい、周囲は、 みかん畑や梅林になっている。おのおのの岩は、南側は、なだらかな斜面で、北側は垂直の壁に近い。岩の上の型はほぼゲ山であるが、岩の間の部分は、低木林になっている。岩の間を縫って遊歩道が設置され、一部の岩山には、登れるようになっていて、展望台になっている。引岩名前の由来は、裸の岩山が、 それぞれほぼ三角形で、片面の斜面がなだらかになっているので、引き返るが押し合いへ試合しているように見えるためと言われる。ただし、引き岩群南端の道路沿いには本当に引き返るそっくりの岩があり、単独ではこれを引き岩という。現在、この岩のすぐ下に引き岩の解説版などが設置されている。この引き岩は昭和33年に、 和歌山県の天然記念物に指定されている。また、引岩郡は国民休養地に指定されている。田辺の市街地から 5km 程度しか離れておらず、引岩郡中央の展望台からは、田辺の市街地、それに、田辺湾を越えて白浜までがすぐ目の前に見える。また、ほぼ同程度の高さの岩山に囲まれた風景は、標高が低いから、スケール感には欠けるが、 独特の機関である。さらに、乾燥した岩山でありながら、合間には、水が絶えず、湿地性植物も散するなど、独特の生物性を持ち、珍しい生物もいくつか知られている。なお、表記としては現在は引岩が普通であるが、引岩や引岩などの表記も見られる。南北に通る稲荷川によって、東西方向に三つに分かれている。中央のものが、 最も広く、一般には、これが引き岩群とみなされている。西側のものは、岩や、観音の三景地となっている。東側の区分には入る道が整備されていない。なお、東の区分と、中央部分の間の谷間は、同盟基況と呼ばれ、かつては名称地であった。秋津川、田辺線はこの河川沿いに走っている外、北側には、 濃度の噛み飛んだ南部線が走る。引岩群を構成する地質は、主として砂岩からなる、単車構造であり、この地層は、田辺層群に属し、白浜類層と呼ばれている。約1200万から1800万年前頃に浅瀬に、堆積したものとされている。それが隆起した際、南西方向に30度ほど傾き、それがほぼ水平になるように侵食を受けたために、 層ごとに、岩山が出っ張ったような形となったもので、消すた地形と言われる。なお、一部に、歴岩の層があり、丸くて白い石英や、結晶片岩などの粒手を多く含むが、これらの粒手は、木の川筋から流れてきたものとされている。この砂岩は、砂流が荒く、そのなだらかな面は、意外に靴が滑りにくいため、子供が、道のない岩を這い登るなどして、 遊ぶのには、都合が良い。ただし、ちょっとした木の枝でも削れるので、落書きも多い。非常に多くの水分を含む岩なので、地層沿いに、水が湧き出し、崖面に植物が着生する場所も多く、谷間には、水が耐えることがない。全体に、竹の低い赤松や、大民立花などの低木で覆われ、部分的には小地の森林も見られる。開けた場所では、 腰だや裏白の茂みになっているところも多い。植生の点では、特に目立った点はなく、むしろ貧弱と言って良い。避南地方では、岩山でも森林が成立することが多く、この地区が裸であるのは、人為的な格乱のためと言われる。江戸時代より度重なる伐採と、おそらく山火事があり、その結果として、氷土の流出が起きたのだと考えられている。 しかし、戦術のように水分があちこちから湧き出し、湿地性の植物が多い。毛戦五毛、小毛戦五毛などの食中植物があり、分布のほぼ北限にあたるものに、貴境乱や、西国本宮だなどがある。また、普通はもう少し標高の高い地域に見られる植物に、バイカオーレンなどがある。他に筋一つ葉もかつては生育していたというが、 最終によって絶滅したらしい。蜜葉ツ,ツジやモツ,ツジヒカゲツツジなどのツツジ類が多く、美しい風景となっている。引き岩群を縦に通る東側の小川は、同盟気境と呼ばれる。これは、かつては段差の多い渓流であり、川底に深くえぐられた川に落ちる川の水が大きな音を立てたことによってその名が付けられたという。しかし、上流に、 ため池が作られ、周囲にみかん畑などが作られ、渓流日はほぼ失われてしまった。それでもその周辺にはいくつかの希少植物などが生育しており、その点での重要性は変わらない。岩口池の周辺は、ライオンズの森という名で観光地として整備され、桜やツ,ツジが多数植えられている。岩口池周辺では春に桜祭りが行われる。 遊歩道は岩口池やその多数箇所から入れるようになっており、ハイキングに利用される。岩口池の近くには、田辺市の管轄する、引き岩群ふるさと自然公園センターがある。これは、小さな自然博物館のような施設で、引き岩群に関しても展示がある。また、このセンターは、観察会を行っており、年間数回は引き岩での観察会を行っている。 ありがとうございます。